セントリア羊祭り秋の陣、あの方々の演舞をご覧いただいてお別れしたいと思います。ご登場いただきましょう。名古屋おもてなし武将隊の皆様でございます。右手の拳を大きく掲げ、えいえいあーえいえいあーえいえいあー、三度声に上げるものにござります。皆様にこのえいえいあーを共にやっていただきとうございます。それでは皆様方、右手の拳ご準備くださりませ。後ろの方も一緒にお願いいたします。それでは参ります。皆の者、勝ち時じゃ。それえいえいあーえいえいあーえいえいあー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神戦お届けする所存でございます。その暮らし楽にあらず、民は必死で生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。ゆえに刀は蘇る。武田氏、ここも残し戦場にございます。次郎三郎、ここは桶狭間。違います。渡瀬、ここは三方ヶ原か。違います。日向政、ここは長篠か。違います。平氏、ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。で、あるか。面白い。やるほど、出陣じゃ。さあ、皆の者、11年でも派手に行こうか。花の子、この生涯、風のように流麗なること、文化婦人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田慶次。まあ、どっからでも来い。今女性の取り残る。今日はセントリアの名物を教えてやろう。まず一つはソラティス、フライトオブドリームさせりつめ。わし前田慶次。お主はもう死んだわ。生きると死ぬと咲かせることが大事よの。美しき花を我が生涯も咲かせにしよう。一世一代の歌舞伎者、我こそは天下御免の歌舞伎者、前田慶次。いや、秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。
唯一無敵非道の王権、この道歩み我こそは加藤清正なり。いや大欲を捨て弁武の将、織田家先鋒にして加賀前田家当主、前田利家。その思いはつけることなく、その男は誰も見たこともない夢を見た。
苛烈に波動を全うした天下人、織田信長。熱戦者のあるべきか。バーナは第六天魔王織田信長である。
ご出演いただきました服部半蔵院の皆さんもお越しいただきました。ありがとうございます。さあ、セントリア羊祭り秋の陣、いよいよフィナーレでございます。フィナーレはやはり信長様、勝ち時で締めていただきたいと思います。お願いします。よかった、皆の者を拳を掲げる。わしが勝ち時じゃそれと申したら、えいえいおーと続くよいな見た目じゃ。それでは参るぞ。愛知アグレとセントリア侍忍者空港に集まりし、南なる明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございました。本日ありがとうございました。セントレア出陣祭り秋の陣でございます。お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。すごいですね、10年ですよ。この文化がようやくここまで来ました。そしてもう次のステップに向かっているところです。次は11年目、あと5年、15年、20年、そして栄光に名古屋、そして愛知の文化として続いてくれれば本当にみんなが嬉しいことだと思うので、これからも頑張っていっていただきたいと思います。さあ、まだまだですね、歴史は終わりません。まず来週こんなことが行われます。こちらでございます、サムライインターフェスティバル。全国には本当に名古屋の首を狙っていると言いますか、今ね、令和の時代になりまして、新たな時代になりました。これからどんな人たちがまた名古屋の首を取りに来るのでしょうか。非常に楽しみでございます。全国から様々な部署が集まります。サムライ忍者フェスティバル2019、来週11月10日日曜日、大阪緑地で開催されます。さあ、続いてはこちらでございます。2020年1月4日5日、忍者フェスティバル2020でございます。さあ、こちらもですね、ぜひセントリアでお越しいただいてですね、このね、正月ボケの忍者を見ていただきたいと思います。多分キレキレだと思いますけどね、ちょっとお餅の食べ過ぎてね、ちょっとキレが悪くなっている人もいるかもしれませんけどね、こちらも楽しんでいただきたいと思います。そしてこちらでございます、来年1月25、26、全国武将隊大博覧会、ここテンプレアで行われますので、皆様来ていただけますよね。ありがとうございます。本当にね、多くの皆様にお越しいただきたいと思います。さあ、ちょっとね、夜も遅い時間になってまいりましたので、皆様気をつけてお帰りいただきたいと思います。以上をもちまして、セントリア羊祭り秋の陣を終了させていただきます。司会は市川智也でした。一日ありがとうございました。何もおっしゃらない、ありがとうございます。いただきました。なかなか今日やった市川智也でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、また来週大阪です。